はい、竹内です。こんにちは。ほんまは。ということで。まあ、そんなわけでね、えー、更新がまともにできないので、この形を取らせていただきます。一本前の新潟記念と同じなので、はい、同じ形式で行かせていただきます。申し訳ございません。 でですね、あの、金曜のクッション値が小倉8.9で、この夏の小倉競馬場のクッション値がマックス9.0だったと思いますので、まあ9.5以上まで突然上がるのかは疑問ですよね。まあ上がんないと思いますけど、万が一9.5以上になった場合は僕、僕はあの、ミルテンベルクのおただけ買わせてください。はい。で、それだけとして、クッション値9.4以下の方では11ベッドの準備をしておこうかなと思っております。 クッション値9.4以下の時の本命がパッシングシャワーということで、まあ、小倉芝1200メートルのコース特注調教ですね、あの53秒台以下で、えー、さらに加速ラップを刻んでいる馬の成績が良いですよ、なんていう紹介をね、えーまあ、今週もしましたし、以前もしているんですけど、パッシングシャワーの方がですね、今回、 えー、反応が53.9秒、14.7、14.3、12.8、12.1で、えー、まあギリギリですけどね、全体時計は。該当しているということになります。安田商和9社なんでね、前走と同じで、まあウッドかなと。まああの、9社のこと考えても、ウッドかなと思ったんですけど、これ予想に反してね、反路で来て、しかも該当させて来てくれたのは、ちょっと嬉しいですね。パッシングシャワー気になっていたんですけど、調教の部分で多分対抗か黒三角にしようかなと思っていたので、これで来てくれたらもうあの、本命でいいかなという感じですね。 で、えっと、新馬戦なんかはね、スタート悪かったんですけど、馬なりでね、好位につけて前の、えー、先行集団見て壁にして、ちゃんとね、そこをマークして、で、コーナーからも馬なりであっさり進出して、えー、ま最後だけ気合つけて追っての0.2差なんですけど、まあ着差0.2ですけど、3倍ぐらい干渉だったんじゃないかなというふうに僕は思っています。かなり完成度高い馬だと思いますから、 うんあと、スタートの部分ですよね。やっぱりこうやってメン、このメンバーでまたちょっとスタートが悪いときついとは思いますが、スタートから普通にやってくれれば、あとは前回の完成度の部分と足せば全然上位争いできるんじゃないかなっていうところですね。で、距離での評価の上乗せ、これもでかいので、はい、期待しています。 でえ、次に、アスクワンタイムですね。対抗の方なんですけど、クッション値9.4以下、えー。ロードカナドラは3区なので、まあ、クッション値は低い方がいいんですよね。このコースね。で、過去2戦、中距離クッション値6.3で、まあ、地獄ですよね。地獄デビューして9.5の高さっていうところで勝ってるという馬なんですけど、まあ、初の小倉にはね、当然なるわけなんですが、 うん。クッション値はだから、ロードカナロアっていう部分で考えれば低い方がいいのかなっていうところですかね。あとデビュー戦クッション値その6.3とかで2着になってるので、まあそっちも対応できるかなっていうところ。はい、その2つですかね。えー、で、えっと、任してきた相手のレベルはまあちょっとかなり疑問なんですけどね。そんな強くないとは思うんですけど、まあ0.8秒差の圧勝してるので、その点に関してはね、このレースが終わるまではちょっと重視せずに、えー、調教の部分と、えー、クッション値の部分と、その辺で買いたいなと思っております。 で長距離に関してもね、反路で52.8秒、15.1、13.6、12.2、11.9というね、コース特注調教に該当している上に、姉妹11秒台加速ラップということで、えっと、このコース、小倉芝2000メートルじゃないです。<laughs> すいません。新潟記念度混ざりました。小倉芝1200メートルで、リットの姉妹11秒台加速ラップですね、副勝率40%近くあります。勝率も17%とかなり高いです。この辺、詳しい数字はですね、対策動画の方を見ていただければなと思うんですけども、 まあこの部分もかなりプラスだと思いますからね、調、え、教、ー、部分で上乗せした2頭をまあ本命対抗にしたいなと思っております。 で、そうなるとクッション値9.5以上に万が一なった場合にはミルテンベルクの短クを買いたいなというところですね。すごく気に入ってる馬なんですけどね。ちょっとクッション値高い方がいいかなとは思ってます。えー、っと、あとはですね、クッション値9.4以下、本命パッシングシャワーで対抗、アスクワンタイムは今紹介した通りで、で、やっぱりビッグドリームは、 うん。いい馬だと思います。任してきた相手、これも疑問ですけどね。ねなんですけど、まあちょっと3番手には入れようっていうか、まあ10等立てでこのメンバーだとそんなに、あのー、ちょっとね、えー、いじりようがなかったかなっていう感じですけど、これ面白いですよね。10等立てでね、12345番がヒン馬でね、678910がボバって、こんなこと過去にあったんですかね。うん。なんかいいですね。なんかあの、頻馬対ボバの戦いっていう感じで。 内外がチームみたいになんか見えちゃうっていうね感じがしますけれどもはいでえっとまレ、あ、11ベッドでこのこの画像のねこの今見ていただいているのはこの番外編動画のフォーマットなので普段はイは11ベッドじゃないんですけどこれはまあ11ベッドの動画をねちょっと手が痛いのでっていうことでこの感じで簡略化してやらせていただいておりますはい11ベッドは今画面に出ている通りの11点買いということでね買わせていただこうかなと思っております はい、そんな感じでお届けしてまいりました。ぜひね、チャンネル登録とかね、していただけたら嬉しいです。競馬ボーン調子やってます。竹内と申しますが、今週はですね、あの、追い切り判定動画をアップできなかった代わりに、えー、立党のね、新馬がね、えー、関東遠征でむちゃくちゃやってるぞっていうね、はい、えー、動画を一本アップしました。そちらはもうあのー、 この土日も該当馬がいると思いますので、はい。ぜひね、そちらチェックしていただければなと思います。そしてですね、もう気が早いですけど、G1 のね、伏兵ゾーンっていうね、おっつネタ、珍しいですね。久々ですね。そういう動画もアップいたしました。ちょっと G1 の話は気が早いかなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、でもいいんですよ。気が早い方が。大体の競馬ファンの人がね、だって金曜日から予想するんですよ。月曜日から予想できるのに。 ね。えー、だし、G1 だって、あの、G1 が始まって、あの、木曜日の夜とか金曜日の夜ぐらいからね、G1 スペース必勝法とかで検索する競馬ファンが8割ですから。はい。なので、やっぱ先へ先へ言っとくっていうのは重要だと思うんですよね、僕ね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、あの、今週の開催で夏も終わりですね。はい。もう、ただもう、あの、 残暑厳しすぎるというかね、もう全然8月の頭ぐらいと暑さ変わってないよなっていう感じの日々が、えー、9月に入っても、まあ本日ね、暑かったんですけども、9月も続くそうなんでね、うん、で、暑いな暑いなっていうのも、あとはまあ台風が一個来てくれて吹き飛ばしてくれたりするパターンもありますけど、どうなるんでしょう。なんか噂によると10月半ばぐらいまでクソ暑いらしいですけどね。 で秋がなくていきなり冬みたいになるとかっていう話もありますけど。はい。なんでちょっと僕ね、秋服買うのはちょっと今やめてます。うん。というか、例年最近秋服買わないですね。ね、秋服買ったとこでね、あの、着ようと思ったら寒いし。 ねえ早く着ようかなちょっと人は足早く着ようかなと思ったら暑いしっていう感じなんでうんなんでねファッション業界の方もね大変かとは思いますけれども、はい、まあ,あのそんな、ね、暑い時期なのでまだまだ皆さんね熱中症とかお気をつけいただければなと思いますということで、えー、竹内でしたバイバイ。